震災が起きる前にはですね、えーまあ、自然災害というものに対してどういうまず認識を持ってらしたのか、うんえー、それから準備してたことがあったのかというようなことなんですけどねいずれ来るであろう宮城県沖地震っていうのはずっと言われてましてうちの旅館では実は避難所を作ってたんです。高台のところに、えー、プレハブを準備して その中にガスコンロや毛布、お皿、えー、缶詰とかを置いて、えー、いつ何かあったらここねっていう場所を家族とまたお客様も何かあったらここに連れ出しましょうっていうことで高いいところに避難場所を準備していましてまた。それを実際は私たちだけが食べたり温まったりするのではなくって、えー、すぐ近くのある避難所にまた100人。 くらいいのの人数がいたのでそちらに提供して使っていただいてあとそのプレハブのあった場所がかなり広い土地だったのでそこに避難してきた人の車も置いてとにかくみんなで助け合おうっていう気持ちで、えー、その避難所避難道具を共有した覚えがあります。そのの避難所というのはは津波がっってくるところではなかった たんですか。はい。山を切り崩して住宅地になっている場所があるんですね。そこに家を建てる予定もなく避難所として私たちは高いところに土地を求めて倉庫を置いたのでプレハブを置いたので津波の被害はなかったです。あそうですか。避難するときにこう困っ迷ったこととか困ったことがってやっぱりあったんですかね。あの。 避難場所やものは準備していたんですが逃げる勇気がおそらくなかったんですね。旅館をすぐ離れて、えー、まだお客様もいない時間だったので本来なら体すぐその避難場所に持っていくべきだったんですがあの地震慣れしているっていうか津波慣れしているっていうのが悪い教訓になっていまして両親が逃げ遅れたっていうのがあったと思います。 逃げる勇気があればおそらくあそこまでの人的被害はなかったのかなって今悔やまれます、ね、南三陸とか女川の方たちを、えー、鳴子温泉の皆さんで、えー、避難場所として受け入れてくれたっていうことを伺っておりましてどんな思いで、えー、それがスムーズにいったのか、えー、どんな話し合いでそれが進んでいったのかということは伺いたいと思ってます。 ああそれはですね大崎市の方の確か、えー、その担当の人から電話もらったんですよ、えー、発災して、まあ、大変なことになっているとだからその、えーまあ、鳴子温泉で引き受けてくれないかっていう話はあったんですけどねただのそのお話いただいた時はですね、えー、すぐに受け入れようとみんなと相談しましてね、えー、その理由はですねいろいろあるんですけれども一つは あの第二次大戦のちょうど終わる頃ですねあの疎開学堂って東京を中心にしてなるほど受けたことあるんですよね約6000名ぐらいですけどね、うん、大体1年半2年近くだったと思いますけどねそういうこともあったので困った時は助けるのは当たり前とそう,、まあ、そういう風土があると思いますね常にはこう商売がだけでいろいろ競争してますけどねそういう時にはみんなも団結しようと。うん やっぱりあの当時、まあ、4月の半ばぐらいだったんですけどねそれでもやっぱり1か月ぐらいしか経ってないわけですよねですからの震災に遭われた方は多分相当落胆なさってるというふうなことで、えー、玄関に入られたとにすぐ終かりました様子がもう暗くてね本当に辛い思いしたんだろうなというふうに思いましたですから、えー、我々としてはとにかく温泉があの枯れないでみんなありましたからねだから <laughs> まあこれでなんと癒してもらえばいいかなただやっぱりあのさっきも申し上げましたけどこういう時は助け合いしかないんですよ。ねね、だからそれはなった時はしょうがないからみんなで協力して助け合うんないというふうに私は思いますね。<laughs> ま,あまたほら女川で宿泊業をです、ね、開始あの再開されたというふうなことなんですかねその動機っていうのはどういうふうになってますかね。 あの、もう一度宿泊施設をやろう。っていう考えになったのは、やはりあの復興のスピードを早くしたい。早まらせたいっていう気持ちがまず一つありました。あの。宿泊施設がない宿がないということで、ボランティアの方や、えー、作業員の方、皆さん内陸から通ってくださってたんですね。往復4時間近くかけて、内陸から女川に来て作業して。 なななるる。べく暗く暗ならないうちに帰るだんだん疲弊していくんですよ顔が表情がだんだん疲れてきてであれば女川町に宿があって少しでも早く休んでいただいて明日の英気になればそして復興の作業にあたっていただければ復興のスピードも早まるんじゃないかなっていう思いもあって、えー、宿を建てたい急がなければならないっていう使命感になりました。えもう一つは、 あの尾長町の経済効果ですねせっかく尾長町にいらっしゃっても泊まるところがないと皆さん通過して帰ってしまうんです宿泊施設があって、えー、そこで特産物を買ってガソリン入れてコンビニでもとにかく尾長で、えー、経済効果をの潤いがあって、えー、宿に泊まって滞在時間を長くしていただく そういったところでも宿泊施設はは早めに欲ししいいなっていうとうころはすぐ考えておりました女川、えー、町にこのホテルがある以上、えー、例えば避難してくる人女川町でまた災害が起きた時女川町じゃなくてもどっかで災害が起きた時、えー、仮設住宅ができるまでの仮の住みかでも、えー、ちょっと身を寄せていられる場所としてでも、えー、提供できていけたらいいな ということはあの今すすごく強く強感じております今日でも菊池さんとお話しさせていただいてあの同じ3代目ということもあって、えー、ますます頑張っていかなきゃないな <laughs> <laughs> あの遠くてもね、えー、同じ思いで宿をやっている方の先輩のお話を聞いて、えー、すごく勉強になりましたありがとうございます。う